はい、どうもユッキーでーす。今日は、ダイエットを開始してから1ヶ月が経過しましたんで、乗ってみたいと思います。これですね。それではね、乗ります。体重を測りましょう。体重が 66.6kg。 基礎代謝1555、BMI 22.3、 むしろ太ってないか。体重 66.5、体脂肪率 21.、内脂肪レベル6、骨格が3、あれ肌年齢、あれ体年齢、むしろ上がったんだけど、体脂肪率 21.1、 内臓脂肪レベル6、骨格筋率 34.4、 体年齢32歳、基礎代謝1566、 BMI 22.3、 体重 66.6。 体重は下がりましたね。あれ、むしろ体脂肪率 21.1? あれ、なんかむしろ体脂肪率増えたんじゃない？体脂肪率増えた？マジ？やや高いになってる体脂肪率。内臓脂肪レベルは標準、骨格筋率も標準。まあ1ヶ月ではそんなにあれか、出ねえかな。まあこんなもんですかね。ちなみに前回値、これ前回値30歳、むしろあれだな、2歳上がったんだけど。代謝 BMI も 21.9 だったの前回。あれ、体重むしろ増えてない？体重若干増えたんだけど、61キロ増えてる。体脂肪率も増えてない。あれ、骨格筋率 35.8。 骨格筋率 35.8、 骨格筋率 35.8。え、骨格筋率も1上がってる。俺毎日筋トレしてたのに、おかしいな。むしろ悪くなってんだけど。むしろ悪くなってて笑った。ということでした。まあ、またね、1ヶ月後にね、測ります。それではご視聴ありがとうございました。